こんにちは、リエモンです。今日は2泊3日でちょっとした車中泊旅に出かけたいと思います。今日から明後日までスケジュールがポーンと空いちゃったので、どっか行きたいなと思うんですが、2泊3日ってちょっと微妙な長さで、今年はよく雪も降るので、あまり遠出はせずに愛知、岐阜、三重、この東海3県あたりでどこか行きたいなと思います。ただ東海3県どこに行ったらいいのかずっと考えてても答えが出せないので、ちょっとルーレットで決めようかなと思います。こんな感じで愛知、岐阜、三重をどこに行くか、ちょっとルーレットを回して決めたいと思います。よーい、スタート。三重県か。三重県ね。じゃあ三重県に車中泊旅に出かけたいと思います。それでは行ってきます。三重か、どうしようね。はい、ということで行き当たりばったりですが、四日市市の方に向かって走っていきたいと思います。何にも考えてません。車中泊場所とか何にも考えてないです。とりあえず四日市に行きたいと思います。それでは行ってきます。本当に何にも考えてないんですけど、まあテリトリーなので、愛知、岐阜、三重だったら、まあ何とでもなるでしょうみたいな、そんな感じで来ました。日も沈んでしまっても何も見えないぐらいなんですけど、四日市市まで来ました。四日市って工業地帯があるんですよね。四日市の海なんですが、工場夜景がね、綺麗に見えるんですよ。どこへ行くと綺麗かな。めちゃめちゃすごい。四日市港緑地公園っていうところです。ここに映ってるのが海テラスのポートビルですね。土日はこの一番上から工場夜景が見れるんですが、平日はやってないので、その夜景が見えそうなところまで歩いていきたいと思います。見えてきた、見えてきた。ほんとこれ一部の工場です。こんな感じで工場夜景が見えてます。どうですかね、こんなのは。過去に撮った工場夜景の写真、一眼でこんな風に綺麗に撮ったのがあります。見てください。ちょっとこちらも四日市のおすすめのスポットとして載っているところなんですが、車止めるところとか普通にないのでね、こうやって通るだけで眺めて終わります。それでは今日のお風呂にしたいと思います。本当はね、スーパーマーケットを探してたんですが、なんか先にスーパー銭湯が見つかっちゃって、四日市市の工業地帯を通り抜けて今鈴鹿市に入りました。でこちらが天然温泉ロックの湯さんです。平日入浴料500円って書いてありますね。天然温泉ロックの湯さん、鈴鹿市にあります。先ほどのスーパー銭湯ロックの湯さんからほど近いマックスバリュー岡田店にやってきました。こちらでちょっと食材を買ってこようと思います。はい、買い物に行ってきました。22時こんな時間だからもうほとんど何も売ってなくって、なんか炭水化物ばっかり買ってきた感じなんですけど、これから鈴鹿パーキングエリアに行こうと思います。多分ね、ニンゴさんが前一回行ったところだと思うんですけど、今日はそちらで車中泊しようと思います。それでは行ってきます。お疲れ様でした。お風呂に入ってここの鈴鹿パーキングエリアに来ています。今日のお風呂はロックの湯さんだったんですが、平日500円でまあ安いから、まあまあいいかなとは思うけど、かなり年季の入ったお風呂屋さんでした。はい、で今日はですね、さっきのバックスバリューで買ってきました。チヂミ半額で44円、おにぎりも98円が半額で49円かっていうのも買ったんですが、鈴鹿パーキングエリアのセブンイレブンで香味だれのユーリンチーサラダ買ってきたので、こっち食べたいと思うのでチヂミとサラダにしよう。このおにぎりはまた取っておきます、明日にね。でチヂミはちょっと温め直したいと思います。これもうみんな使ってる万能ちょこっと家電でいきます。チヂミには餃子のタレがついてるんだね。温まるかな。はい、こちらもいただきます。うまー、おいしい。はい、ということで私はまったりとこの車中の時間を過ごしていきたいと思います。後ほど。は
はい、ということでこんな感じで布団は敷き終わりました。瀬戸内海行った時よりはね、分厚い毛布を持ってきてます。でもちろんもう電気毛布も入れてます。でカイロも貼っときます。明日はこの鈴鹿からスタートして、まずは松坂に行きたいです。で松坂牛を食べたい。松坂牛ね、ランチだったらお得に食べれるんじゃないかなと思って、昼に松坂で松坂牛を食べるというのを狙っていきます。はい、ということでおやすみなさい。おはようございます。準備ができたのでそろそろ出発したいと思うんですが、いつも三重県に来ると伊勢志摩が観光名所で検索すると上位に出てきちゃうので、鈴鹿、津市、松坂の辺もずっとすっ飛ばしちゃって伊勢まで行ってしまうんですが、今日は検索の仕方を変えます。インスタで調べます。インスタの検索の地図から、まあ、ちょっと調べていきたいと思います。この近くで人気なところはなんかないかなっていう風に調べて、でさっきねちょっと出てきたのがこのマリーナ川毛っていうのかな、ちょっとまた読み方は後で調べますが、まあ海の見えるところ、この伊勢湾の中で最大級みたいな、そんな感じで出てきたので、マリーナ川毛っていうところに行って海を見たいと思います。とね、こっから20キロ出発したいと思います。はい、もうそろそろあと1分ですね。マリーナ揚げに到着します。今日はねめちゃめちゃ天気が良くてね、海がすごい綺麗に見えると思う。あーすごいね、なんだここは。こんなところがあったんだ。ここ堤防駐車場って書いてあるから、あっちにも駐車できるのかもしれない。ちょっと行ってみます。うわーめっちゃ綺麗。眩しい。はい、こちらが海で、綺麗ですね。遠くには山々。さっきの鈴鹿のパーキングエリアはあっちの方かな。うわーめっちゃ綺麗。すごい。すごい静かでめちゃめちゃ綺麗ですよ。あっちの方レストランあるみたいだし、あっちはなんかね乗馬クラブ、なんかリゾート地っぽいね。夏には多分海水浴もできると思うし、綺麗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 。今日天気が穏やかで、ね、波も少なくってすごい綺麗なの。やっぱ湾になってるから波は少ないのかな。カフェレスト、マーメイド、こうやってレストランもあります。おお、すごい、いいヨット持ってるね。すごいね。どんな金持ちなの皆さん。ちょっと一発逆転でヨットを持てるほどのお金持ちになるか。いや、ならんな。冬の海って感じはしないね。けい、はい、マリーナアゲーさんありがとうございました。はい、では次に行きたいと思います。次は三重県で松坂牛がお値打ちに食べられるっていう一升瓶っていう焼肉屋さんに行きたいと思います。岐阜とかでもね CM とかやってて有名なので一回行ってみたいなと思って。でその本店とかは多分敷居が高いので、ランチやってるとかテイクアウトもできるっていう一升瓶被災インター店さんかな。状況によってはねテイクアウトとかにしたいと思うので、そちらに行きたいと思います。行ってきます。一升瓶被災インター店さん到着です。女一人でなかなか焼肉いかんよね。一升瓶さんです。沖縄中ランチやってます。だってお肉のお持ち帰りができるのか。お値打ちランチ、お値打ちランチだって。いやーどうしようかな。ちょっとだいぶ緊張する。はい、こんな感じで、こっちは丼物とか定食とかで、こっちが焼肉。ちょっと恥ずかしいけど、もうここに座ったからもういいよね。はい、来ましたよ。すごくないこれ。はい、これが B ランチです。でこっちがご飯とお味噌汁とサラダです。ご飯は今日は小にしました。いただきます。軽い漬けだれがこれです。ちょっと濃厚な感じのつけだれです。いただきます。めちゃめちゃうまい。
ービスのコーヒーまでつきます。いただきます。ごちそうさまでした。一生瓶さん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。ごめんね、にごさん。はい、では次は松坂市にある竹川ふれあい動物園というところに行ってみたいと思います。今まだ松坂市ではないんですよね。なのでこっから18分でそのふれあい動物園に着きますので行ってみたいと思います。あ、ヤフーカーナビで行こっかな。それでは出発します。住宅街じゃん。あ、あった、こんなとこにあった。開園中って書いてある。はい、到着です。これ動物園、竹川ふれあい動物園です。なんか初めてです。あ、はい、こちらお願いします。あ、はい。一人ですか？一人です。はい。でも今日も大阪の方とかも来られてた。あ、そうなんです。ではそうではあんまり。あ、すいません。ありがとうございます。あ、本当だ。可愛い。なんか手伝いあのに案内させるんやって感じ。生まれて1時間ぐらいで結構撮影ね。お猿さんがいます。めっちゃ食べとるよ。おとなしくしてるとこになんか行ったら悪い気がする。めちゃめちゃかわいい。やっぱさ、こうやって顎を置いて寝るんだね。ミッキーと一緒じゃん。こんにちは。びっくりした。マジでこんな近くで見れるよ。しかもおとなしい。めちゃめちゃこんな並んで撮れるみたいな。すごくない？ねえ、めちゃめちゃかわいいよ。めちゃ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 。引っ張らない。カメがどっちが頭動き始めた。かわいい、かわいい。どこ行くの？かわいい。豚さん。ミッキーよりはちょっと背が高いけど。はい、という感じの竹川ふれあい動物園さんでした。敷地としてはね、この見渡す限りこれだけなんですけど、いっぱい動物がいてかわいかった。おー、なに？ちょっかい出す。みんなこうやって育ってきてるらしくて。ああ、そっか。大丈夫かなと。はい、それでは竹川ふれあい動物園さん、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかった。短い時間でしたが、ほんとすごい楽しかった。ニゴさんの方が楽しむかもしれん。でもまあ、ミッキーちゃんいるとね、来れないから、ちょうど良かったかなと思います。では、じゃあ次また行くところを考えようかな。はい、次にやってきたのが、この、これ。松坂城跡。これとかこの写真とかすごくない？どうやったらこんなのが撮れるんだろう。松坂城のお城もないのに跡地に行くのはさすがなと思ったけど、なんかやっぱ写真見ると綺麗なので行ってみたいと思います。やっぱね、ワンちゃんのね、糞を持ち帰らないとかね、そういうことがあるとワンちゃん立ち入り禁止とかになっちゃうのでね、気をつけたいですね。わあ、結構ね、石垣がすごい。私すごいしか言わんな、感想。ダメやね。石垣がね、あ、すごいしかやっぱ言えない。雰囲気のあるいい場所じゃないですか。この石垣を登ってくと、あーすごいね、松坂の町が見渡せる感じかな。怖っ。いや、怖っ。すごっ。ほら、わかりますか？石垣のところにこう柵とか何にも作ってないんですよ。その昔のまんま。いや、怖っ。だから石垣のギリギリのところまで行って建てるんですけど、私怖いとこ苦手だからもうここでもう無理。いや、怖っ。すごい。ちょっと GoPro だけ。見える？見える？見えた？ちょっと私マジで無理。今これ GoPro だけ差し出してる。いや、もうね、ここでダメや。私マジで怖い、マジで怖い。わかりますか？そこが石垣の
端っこで、もうここで、もうこの段階でちょっと、あ、もうあの先がないんだと思うと私ブルブルするんです。だからもうあそこまで行けないの。今 GoPro だけ差し出して下を覗きました。だからね、こうやってね、石垣注意って書いてあるんですよね。あの石垣のところから落ちる人とかが続出しちゃったら、多分こう柵とかをつけなきゃいけないのかな。そうすると文化財として外観的にどうなのってなっちゃうから、だからあの石垣自体に立ち入りができなくなるとかね、こう秩序ある行動をして文化財を守ってください。あ、めっちゃ怖かった。何これ、発掘調査中だって。何か出てくるのかな。さっきの雰囲気のいい写真はどこから撮ったんだろう。あそこには柵があるね。柵があるところは近寄れる。おー、ここじゃないよな。これは普通のお家だね。いや、これか。ここだ。インスタの写真の場所見つけました。ここからの景色だったんだね。綺麗に一直線にこんな風に。確かに絵になる。あそこちょっと通りたいね。通ってみます。すごい面白い。一軒普通のお家なのかな。こういうところから普通にお家の人が出てくるってことかな。はい、では次なんですが、今まあここにいるんですけど、この近くにこれ可愛くない？これちょっと買いに行きたいと思います。チキローアンさんというところだね。ここに行きたいと思います。はい、ということで松坂城跡さん、ありがとうございました。スリル体験を味わわせてもらいました。高所恐怖症にはめっちゃ怖かった。ビビりまくったお城跡でした。じゃあチキローアンさんに向けて出発します。行ってきます。はい、あちらのチキドーアンさんの松牛焼きというのを買いに来ました。カフェキッチドーアンさんがある。あそこにも看板がある。松牛焼きっていうのを買いました。それはまた後のお楽しみ。もうね、今日はこれで4時を過ぎて日が沈みかけてきてるので観光は終了したいと思います。で、スーパー牛トラさんに行きたいと思います。伊勢のあたりでよく見るんですけど、思いっきりご当地スーパーだと思うんですが、牛トラさんに行ってみたいと思います。牛トラさんでいろいろ買ってきましたが、また後で紹介します。これから津市の方に戻ってきます。はい、ということでじゃあ早速出発します。極楽湯津店さんに到着しました。今日はこちらのお風呂に行きたいと思います。行ってきます。はい、今日のお風呂は極楽湯さんでした。今日は極楽湯さんにして正解でした。750円でちょっと高いからどうしようかなと思ったんです。移動が少ない方がいいかなと思って、まあ諦めてこちらにしたんですが、今日はなんと水曜日レディースデーで女性600円になりました。ラッキー、めちゃめちゃ良かった。はい、ということで道の駅に移動したいと思います。多分ね、ここから10分ぐらいみたいなのですぐ到着します。はい、では行ってきます。はい、それではさっき牛トラさんで買ってきたものをまずご紹介したいと思います。あ、その前に松牛焼きね、チッキドーアンさんで買った松牛焼きです。牛トラさんで買ったものをご紹介していきます。伊勢のフルーツ牛乳。よくスーパー銭湯とかでこれが売ってあるのとか見るけど、スーパーで見るのは私は初めてかも。伊勢名物利休饅頭、はんぺんを3種類買ってきました。これは伊勢芋入りって書いてあるし、これ伊勢の味って書いてある。生姜、チーズ天、伊勢うどんを買ってきました。伊勢うどんのタレ、今日はこれを食べようかな。コロッケ食べようかな。ということで他のものは一応お持ち帰りします。あ、ご飯が出てきた。昨日のおにぎりができた。これおにぎり、あー、カチンカチンだ。ここで温めたいと思います。で、その間にこのフルーツ牛乳をいただきます。なんか懐かしいね、こういう取り方するの。このビニールを取ってこれ取るんだよね。いただきます。甘いけど昔懐かしい味。今日もちょこっと加減の役目は温めるだけ。もうちょっとね、ちゃんと使ってあげた方がいいよね。次いきます。松牛焼き、デザートというにはちょっとヘビー。うーん、めちゃもっちりしてるわ。おー、すごい。あー、カスタードが美味しそう。こんな感じ。カスタードうま。このカスタードめちゃめちゃ美味しいよ。このなんか洋菓子店のカスタードみたいに美味しい。松坂に来た時には松牛焼きもおすすめします。はい、ということでね、今日はインスタを見て、インスタの地図から写真を見て行きたい場所を探しました。結構ね、楽しかった。結構私は楽しかった。 Google マップ
ップとかでもこの辺に観光地ないかなって探すんですけど、このインスタで探すっていうのもね、映え写真が載ってるからめっちゃおしゃれに見えたりとか、例えば松坂城跡なんか Google マップとかで調べたら多分行かなかったと思うんだけど、インスタで調べたからこの映え写真見て、あ、ここ行ってみたいとか思って行ったらやっぱ楽しいっていう、この方法で一人旅してくのはいいかなと思いました。またね、にごさんと二人で行く旅の時はまた多分ちょっとね違うんですけど、まあ私の旅はこういうゆる旅なのでこの感じで行こうかなと思います。車中泊の時はこんな感じでアプリを使ってます。全国の道の駅が調べられるので、Google マップでももちろん調べれるんですけど、道の駅のこのアプリを使ったりもします。あと温泉を調べるとき、ニフティ温泉、温泉検索を使います。これがねちょっと古い情報だったりとかするので、こんな感じで出てくるので近いところから順番に見ていく感じかな。おはようございます。昨日の夜から車中泊をしました。道の駅津川毛さんをちょっと見ていきたいと思います。通常道の駅って8時から9時ぐらいの開店だと思うんですが、もう7時からの開店で早くからやってた。じゃあ中はどんな感じでしょう。こんな感じで店内はねちょっと広い感じの道の駅です。お野菜は充実してますね。干物とかもあるね。多分まだこれからいろいろ並ぶんだと思うんですが、ブリのアラとかもある。もっとこれから並んでいくんだと思います。ここね調味料の種類がすごいとかって、地元の調味料、三重県の東西南北の調味料がここに揃うみたいな感じで、ちぎり揚げとかはんぺんとか結構ありますよ。はんぺんが美味しそうで、ここはベーカリーだと思うんですが、ここもまだこれからですね。津市では揚げ餃子が出てきます。津餃子もありますね。15センチもあるんだって。それでは道の駅津川上さん、ありがとうございました。今日は伊賀上野、伊賀に行きたいんですが、ちょっとねその前に鈴鹿のケーキ屋さんみたいなところにちょっと立ち寄ります。カヌレを買ってきたいので、ちょっとそこに寄ってから伊賀に行きたいと思います。それでは行ってきます。今ね到着しました。こちらがドミニク・デューセの店、鈴鹿本店です。旅とは関係ないがお立ち寄りします。今ちょっとカヌレを買ってきました。中身の写真はこちら。これから伊賀上野に行こうと思います。携帯2つで、1つは Google マップ、1つは Yahoo カーナビで検索してます。とりあえず Google マップを見ながら、要所要所でね Yahoo カーナビとかも確認しながら行きたいと思います。はい、伊賀上野に到着です。600円で、はい。伊賀は寒いですからこれが伊賀上野の観光案内図になります。私はこの城下町をね歩こうと思ってるんですが、これ方向音痴だから全然わかんないよ。この伊賀に来たのが一番惹かれたのはね、城下町 お菓子街道っていうのがあって、そこで700円のシートを購入するとクーポンが5枚ついてて、クーポン1枚につき1店舗で各店のおすすめの和菓子と引き換えられるっていう、そういうのがあって、まずそのシートを買いたいんですね。それがどこら辺で売ってるかな。多分ここら辺が城下町だと思うからね。ちょっとね、伊賀上野ってさ、山と山の合間にある町だと思うんですけど、どんだけ田舎なんだろうと思ってたんだけど、思ったよりちゃんとした町だね。ちゃんとした町なんだけどめちゃめちゃ寒い。城下町っていうかちょっと古い感じの町並みですね。田舎の町並みというかちょっと雰囲気が出てきた。あった、私が目指すあの鍵屋餅店さんというところです。いや、なんかさ、めちゃめちゃいい感じの店、めちゃめちゃ楽しそう。すいません、こういうお菓子のクーポン、はい、クーポン今切らした。あ、わかりました。これないって、どこ行けばいいじゃん。切らすとかあるんだ。ここにもあるみたいなので、ここもちょっと聞いてみたいと思います。お菓子のクーポンってありますか。ちょっと今ないんですけど、あ、そう、必ずあるっていうのは断尻会館。わかりました、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとお城見ながら断尻会館っていうところまで戻ろうか。そこに立ったら確実にあるからね。これが上野城ですよね、多分ね。でね、両側学校なんですよね。お城の門がすごい。昨日もお城に行って、今日もお城に行って、なんかお城が好きみたい。やっぱね、昔よりかはね、お城に興味も湧いてきました。
このマークも忍者なんだよ。なんか至る所に忍者がいる。2が上のって楽しいね。日本1、2の高さで有名な高石垣。石垣が高いんだね。おー、石垣の石がさ、また大きくない？これ昨日のと違ってさ、石垣が高くなってて、この石垣で留めんこされてこの石垣で止まってるからさ、だからまだ怖くないんだけど、昨日のは平らなまんまでストーンっていくから怖かったよね。まあこれも怖いんだけどね。ほら、こんな感じで、うん、宇賀大城って感じよね。だんじり会館に戻ってきました。こんな忍者の乗ったハイエースがあります。面白。すいません、お菓子街道のクーポンでどこに1枚700円。はい、はい、ありがとうございます。ようやくゲットしました。お菓子街道のクーポンです。食べ歩きクーポンが 1,2,3,4,5 枚ついてます。5枚ついて700円。いろんなお店でお菓子がもらえるみたい。なんかこういうのってちょっとワクワクするというか楽しそう。お昼になっちゃった、12時になっちゃった。お昼になっちゃったからなんか音楽が流れてますね。なんかちょっと変わってない。この音大丈夫かな。これね、どうしてもお団子に惹かれちゃうんですよね。私お団子好きだから。どうしようかな。ここが大西さんです。あ、すみません。あ、はい、ありました。よかった。はい、はい、1個目ゲットしました。はい、さっきのじゃあ鍵屋餅店さんに今度は行きたいと思います。はい、じゃあ2軒目です。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、2個目忍者団子です。見てると片焼きせんべいっていうのがこの伊賀の名産なのかな。片焼きせんべいが結構たくさんある。5番のこの金つば行っとこっか。地図見て順番とか言ってないからね。私欲しいものからもらいに行ってるからめっちゃうろうろしてるよ。3箇所目お月堂さんですね。金つばをもらってくんだよ。木曜定休、今日定休日14かな、14行こっか。伊勢屋さんに行きたいと思います。街の中には至る所に忍者がいます。面白いですね。3軒目の伊勢屋さんがこちらです。で、はい、こちらのピザコロっていうお菓子3つか、はい、約お団子2本か選んでいただけます。あ、お団子の方で、はい、はい、すいません、ありがとうございます。3品目のお団子ゲットです。これまだあったかいよ、早く食べたいね。4軒目はこちら、なんか高級そうなお店ですね。購買屋さん、このお菓子いただけますか。1つで、はい、すいません、ありがとうございます。4つ目のお菓子伊賀寺をゲットしました。こんなところに忍者がいる、交差点のここ。最後はこの大通り沿いにある伊賀家庵山本さんでお願いします。お汁系はまあまあちょっと手で割れて食べれるんですけどね。お汁のが元祖の硬い片焼きなんですよ。ちょっとこれ食べ方由来書いてありますんで。はい、わかりました。ちょっと何かでちょっと割ってもらわないといけないけど、はい、ありがとうございます。5品目の片焼きをゲットしました。これで5品ももらってきました。これもっと欲しかったらクーポンを2枚買えばいいと思うので、そうするとね10個もらえる。このお店も普通で買うよりはちょっとお得になってるんだと思います。しかもさ、ああいうお菓子屋さんに入ってお団子1本くださいとかって言いにくいじゃないですか。片焼きのおせんべい1枚だけくださいとかってちょっと言いにくい部分があって、箱買い8枚入りセットとかさ、そういうのを買っちゃったりするんですけど、こうやってクーポンになってると、あ、交換の人だなって分かってそれ1つ出してくれて、変に他を勧められたりもしないので、なんか楽しかった。顔がメパネルではないですがやってみます。はい、こんな感じ。お相撲さんか、恥ずかしい。はい、それでは今車に戻ってきたのでもらってきたお菓子をちょっと並べたいと思います。この5品をもらってきました。はい、まずみたらし団子いただきます。美味しい、柔らかくて甘辛、めちゃめちゃ美味しい。こんなんペロッといっちゃうよね、ペロッとね。続きまして鬼屋敷もなか、なんか忍者の格好してるんだよねこれ。あんこ甘い、あんこの甘みが強い気がする。うん、うまい。忍者団子、これね一番食べたかった。これどう見ても中にあんこ入ってるよね。
これもお団子柔らか、めちゃめちゃ美味しい。こしあんの甘さ控えめな感じがする。この片焼きせんべいなんですけど、お店で注意されたのは、こっちは絶対歯で噛んで割れるようなものじゃないから、必ず何かで金槌とか何かで叩いてで割ってくださいねって。確かに全然割れない、全く割れないので、今回はこの手裏剣の方にします。手裏剣の形をした片焼きせんべいです。手で割れるかな、これは割れそうだな。じゃあいただきます。こっちは硬いけど、ちゃんと歯で砕くことができる。これのね、説明書きがあるんですけど、その昔忍者が敵のお屋敷とかに忍び込んで、屋根裏とか床下とか物置に隠れて身を潜めている時に、この片焼きを携帯して食べてたそうです。日持ちがよくって、攻撃を待つ時に傘が少なくって、かつ需要に富む栄養がある片焼きを食料として携帯したそうです。こんなに硬くする意味はあったのかな。なんとなくこれの味は想像つくかな。あの和風なパイ生地みたいなのの中にあんこが入ってるみたい。この城下町お菓子街道は私的には楽しかったです。伊賀に来た際にはこちらぜひおすすめです。三尻会館の観光案内所で700円で売ってるので、そちらで購入してから巡るといいかとは思います。はい、ということで、じゃあ帰ります。バイバイ。